ハリウッドにある全米監督協会ビル全米監督協会はアメリカ合衆国の映画産業で働く映画監督、テレビ監督らの利益を代表する労働組合である映画監督組合として1936年に結成され1960年に現在の名称に変更された会員数は13,459人本部をハリウッドのサンセット大通りに置き 支部をニューヨークとシカゴに置く。ダガは、映画、テレビ産業に関わる多様な職種の人々を集める産業別組合ではなく、映画、テレビ監督という特定の職に携わるものを組織した職業別組合である。ダガはテレビ業界のディレクターアシスタントディレクター、ステージマネージャー、その他制作関係者、映画業界の監督、助監督、ユニットマネージャー、テクニカルコーディネーター、 およびテレビコマーシャル業界の同様の職種の人々が加入している。だがは新人のために多様なトレーニングプログラムを用意しており、申し込み者のうち優秀なものは様々な制作現場に配属され、テレビ、映画業界の先端の経験を得ることができる。だがと映画制作会社の間に結ばれている労使館協定は、だが会員の労働賃金、 労働条件など様々な規定を設けており、また各社で監督業に携わるものは全てだが、会員でなければならないということも求めている。だが会員は、だがと協定を結んでいない、映画会社と仕事をしてはならないとされている。このため、だがと協定を結んでいない、映画会社は、だが会員である、映画監督と特定の映画を撮影するために、その映画のための新会社を設立し、 だがと協定を結ぶことがある。ハリウッドの監督はすべてだが会員であるわけではない。有名な監督の中でも、ジョージ・ルーカス、クエンティン・パランティーノ、ロバート・ロドリゲスらは会員になることを拒み、または会員を辞めたことがある。だが会員でない監督は、だがと労使間協定を結んでいる大手映画スタジオで、監督をすることができない。賃金や労働条件を守る他に、だがが行っている活動には、 監督の映画創作に関わる権利を保護するというものがある。この保護活動の中には、監督の役割の定義、監督名のクレジットの義務、一つの映画に一人の監督の原則の保護、監督の編集権の保持などがある。これらの活動は、映画に対する権限や権力を監督よりも多く、握る映画プロデューサーやスター俳優が、映画監督の意思を無視して、 映画の内容や編集に介入したり、映画監督を差し置いて映画の創作者として振る舞ったりするようなことから映画監督を守ろうとして行われている。だがはこれらの権利を映画会社から勝ち取る一方、これらの権利を守るため所属監督たちの行いを拘束することもある。監督の名義は必ず映画のクレジットに表示されなければならない。 これは、その映画の作品的評価の責任が、プロデューサーでも、社長でもなく、監督にあることを示すためである。クレジットは必ず最後に表示されなければならない。各協会の許可を得て、オープニングクレジットが省略された場合は、エンディングクレジットの最初に表示されなければならない。必ず、ダークテッドバイトクレジットされなければならず、ディレクターとすることも認めていない。また、 オープニングでクレジットを表示する場合には、タイトル前に A 監督名、フィルムと併記しなければならない。一つの映画に一人の監督のルールは、プロデューサーや俳優たちが映画の監督としてクレジットされるようねじ込み、本来いる監督の権利を侵害することを防ぐためにある。これらのルールは、だがにより厳格に守られるが、特定の場合にのみ緩和される。監督名のクレジットについては、 監督の編集権が侵されるなど、映画の責任が監督のもとにないと認められた場合のみ、偽名の使用が許可される。一つの映画に一人の監督については、だがが認めた監督チームの場合には、共同監督名義が認められる。公演兄弟の場合は、イーサン公演とジョエル公演が制作、監督、脚本を共同で行ってきたが、レディキラーズまでの長年、イーサン公演が制作として、 ジョエル公ンが監督として、二人両方が共同脚本としてクレジットされてきた。シンシンティにおいては、ロバート・ロドリゲスとフライク・ミラーが共同監督としてのクレジットを求めたが、だがが、この二人を監督チームとして認知しなかったため、ロバート・ロドリゲスが抗議して一時だがを脱退する事態になった。日本国籍を有する映画監督もここに在籍している。ありがとうございます。